皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、スピードと実行力があれば失敗したことすら何事もなくなるちょっと噛んじゃったというお話をしていきたいと思います。ですね、私の中では失敗っていう言葉はないっていうのは、ちょいちょいブログの中とかでもお話をしているんですけれども、失敗ではなくできないことが分かったっていうことが、いわゆる世の中でいう失敗っていうような状態になるんですけれども、できないことが分かったということだとすると、できないことをできるようにするために違う手を考えればいいっていうだけのことになるので、これは速度と実行力が速ければ、それすらもうなかったぐらいの勢いで薄れて消えちゃうみたいなことを作ることができるんですね。以前私こんな話をしたことがあります。箱が例えば、10個あったとして、その10個の箱の中に、成功という素晴らしいものが1個どっかの箱に入っている、あとは世の中でいう失敗というもののね、お札が入ってるのかな、失敗という空箱ですね、になってるような状態だった時に、その1個を探すのにどういうふうにして探すかっていう話なんですよ。野生の勘とかいうのもね、なかなかナイスな答えだと思うんですけどね、これがどうやらなんか成功っぽいとか言って箱を開けるとかね、それはそれで間違ってないんですけども、確率は基本誰にでも平等なはずなんですね。そうすると私はどうするかっていうと、何番目にあるかなんて考えてる時間がもったいないので、10個を片っ端から開けます。片っ端から開けるんですよ、バサバサバサと。そうするともしかしたら2番目に開いたらすごくラッキーで、9番目とか10番目に開くかもしれない。でも全部開ければとにかく入ってるのが分かって、しかも空箱だと言われてるのであれば、生命に危害を及ぼすようなことがない状態で開けるだけですからね、これは早く開けちゃった方がいい。だけれどもこれをできる人が案外少ないんだっていうのは、ここ数年で気づいたことです。そこにあるって分かってるのになぜ動かないんだろうっていうところが気づいちゃったんです。例えば10個あって1個ですよって言われたら、開けちゃえば絶対出てくるのに、きっとこれかな、いやこれかもしれないなということでですね、箱の前でずっと腕組みをして、って考えてる、って考えるっていうことは箱は開いてないんですよ、どれも。だからその当たりっていうか成功っていうものに近づくことすらできない、箱開けてないから。ですごくすごく考えた上で、これかなって言ってこうパコッと開けた時に、空っぽだった、あそっかみたいな。で2個目空っぽだった、あやっぱりそうじゃんとか言ってね、あとこの中でどれにあるんだろうって一生懸命考える。考えているっていう状態は何もしてないのと一緒だから、当然箱に対してのアクションがないので進歩はないですよね。そうするとその誰かが悩んでいる間に、私は10個片っ端から開けてしまうんです。だからあこれだっていう当たりをすぐに引き上げてることができる。その速度をどれだけ早められるかっていうのが、私の課題だったりするんですけれどもね。だからその速度が速ければ、当然このもう一人の方がうんって考えてて空箱で、あやっぱりうまくいかないじゃないって言ってる時にうまくいっちゃってることになるんですよ。私が分かりますか、って言ってる空箱を開けてる状況は全く一緒なんです。数はものすごく多いけど、でもそこに至る確率は早いんです。だって全部開けちゃってるから、考えてる夜前に開けて調べちゃった方が早いと思ってるからです。そうすると人からはどう見えるかっていうと、いつもうまくいってるように見えるんです。速度が速いから、その人の時間軸の中で、私が2つとも失敗だった時に、高橋さんはいつももう成功というかうまくいってる状態を手に入れている、なぜなんだろう、いや速度が違うだけです、ただそれだけです。だから動かない人は当然その先の可能性とかをつかむことはできないし、行動が遅い人は早い人に比べてその
手に入れるというまでの時間がかかるので、なんとなくこう自分が停滞しているような、うまくいってないような気分になっちゃうんですけれども、この速度がギュギュッと縮まれば、うまくいってないことも何も考える間もなく、こうこれを早く引き当てちゃうから、うまくいっちゃうことで、それが何個も何個もあるから全部うまくいってるような風に見られちゃいますが、そんなことはありません。ちゃんと空箱も引き当ててるし、あれとかいうことだってあるけど、そんなのがわからないぐらいに次から次へとやっていくから、まあ、行動力、行動量なだけの話なんですよね。あの、私は例えば何かものすごく芸術的に秀でたものとかで、超プロフェッショナル、職人型の人のような技能はないと自分で分かっています。そして超天才肌でもないっていうのを分かってるんです。だからその差を埋めるのは動くことでしか埋められないと思ってるので、なるべく行動を早くしようと思ってます。だからそういう意味では、もしかしたら人から見ると全部うまくいってるように見えるかもしれないけど、いやここの中でそうじゃないのいっぱいあるからみたいな、そこですね。だから行動が早いだけです、実践力が。なのでまあそれをまとめると、実践力があれば失敗がなかったことになるということになりますので、失敗を恐れている人は恐れる前にやってみようっていうことを要は言いたいということです。これは教室も一緒です。このレッスンってどうですかね、人集まりますかね的な話を私にね、あの言うコンサル生いるんですけど、慣れてくるともうそんな質問もしなくなるんですけど、そんなのをリサーチはもちろんするんですけどね、リサーチはするんですけど、やってみないとわからないって言って、うん、だからやってって言いますね。やってで何か見えたものに対して修正かければいいのであって、どうでしょうかって思うんだったらやってみたらいいですよ。そしたらね、お客さんに支持されればその講座は人気になるし、支持されなかったら不人気講座ができる。ただそれだけです。でその量を増やせばいいだけなので、その習慣があると随分教室運営うまくいくようになると思いますので、思考が割とどうしようかなって立ち止まっちゃうタイプの人は、そんなことも考えてみるといいかなっていうふうに思いますので、ぜひご参考に。それでは。